学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心は猫を殺すっていうの？それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫してでも真相を知らねばなりません。仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。14年前って、まさか第二律者と関係が？そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律者を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分を捨てセシリアと共に心配したかった。でも夫おじい様に止められた。夫を大司教？そうよ。あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで公開核分裂ミサイルで第二律者を攻撃せよと命令を受けた。崩壊核分裂ミサイル、一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるが、爆発した地区の汚染が深刻になる兵器ですよ。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつけ自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。その通りだけど、ジェムを回収するときに事件が起きた。14年前私の部隊に第二律者の亡骸を回収しに向かったとき見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持ってね。ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったのはその時が初めてだったの。そして彼らの目的も第二律者だ。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを1つだけ引き渡した。そして見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。